まあ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 なんすか、まあまあまあ、はい、この感じなんか薄々感じて、はい、もうちょっとで着きますんで、もう少々その状態でお待ちください。はい、じゃあヘンリー君、アイマスクをしてください。いいよって言うまでそのまま目隠しをしていてくださいね。一旦車動かします。いや遠かった、怖いんだよ。死にやしない、死にやしない。何それ何それ、本当大丈夫大丈夫。すげえ今手汗かいてんだよ。大したことしない。ないないない。はい、ヘリック到着しました。はい、本当本当わかんないけど、あのそのまましがみついてついてきてください。してないからね。めっちゃ怖いんですけど。はい、右に曲がります。大丈夫大丈夫大丈夫、汚れない汚れない。はい、ちょっとこのまま持ってて。はい、目隠し取ってください。じゃあヘンリー君、目を開けてください。眩しい。え、何え、何。はい、ここは今山に来ました。目痛い。こちらはですね、真鶴半島っていう海ですね。はい、じゃあ今からヘンリー君に対決をしてもらいます。対決、どうしましょう。タイトルコールしましょうか。今エイジ君は海に行ってます。海 vs 山、急に一人ぼっちで置いてかれて所持金1000円でどっちがどれだけ早く帰ってこれるのか。え、どういうこと。はい、お財布募集です。え、ないない、意味が分かんない。企画なんで。ルールは簡単です。今ここに手元に1000円あるんで、この1000円だけで何とか帰ってきてください。お財布募集です。なんで。え、企画なんで。アホやいい顔してんね。どうすんの。どんな手段使ってもいいです。東京まで帰ってきてください。はい、今日中によろしいでしょうか。今セミのおしっこ降ってきたルール分かった。要するにヒッチハイクしろっていうこと。要するにどうやって帰るかはお任せします。この1000円を使ってより早く帰ってきた方が勝ちです。オッケー、ルール分かった。はいはいはい。じゃあ、はい、1000円どうぞ。え、これ本当にやってる。本当にやってます。ここ片道何時間かかりましたっけ。3時間ぐらいかかりましたね。3時間ぐらいかかった。その道のりを1000円だけ握りしめて自力で帰ってきてください。待って、ここさどこ山です。え、本当に行ってんのちなみにエイジ君は海で同じことをやってます。まあ、ヘンリー君、はい、一緒に家出ましたね。出ましたね。はい、全然知らないところに行ってますね彼。はい、彼山行ってます。海の方がちょっと早いんじゃないと。同じ距離でスタートしてるので、どっちが早く帰れるかっていう検証と競争を兼ね揃えてます。マジかちょうど同じぐらいの距離のところ。はい、じゃあ所持金1000円で。これはあの交通手段でしか使えないってこと。何でもいいです。ヒッチハイクのために紙を買ったり、電車に乗ったり、ご飯を送ったり、水飲んだり、自由にしてください。でもこの1000円だけです、使っていいのは。どこ？もうふざける余裕あるじゃん。いや、ふざけてねえよ山しか見えないんだけどどこ本当えいちゃん海好きじゃん。いや、めっちゃ綺麗くないこの景色。俺もうこれから車で出発しちゃうからあのエイジ、帰りは運転してやるとかなんか優しいこと言ってくれてたけど。いや、言ってたらよ。うん、ごめん、全然俺運転すっから。ルールは分かった？分かった。一応携帯持ってて大丈夫なんで、まあ、もし何かあったら電話してください。一応制限時間設けます。はい、今日の日付が変わるまでどうしても無理、終わった、はい、俺死ぬってなったら、はい、まあ電話ください。相談しましょう。なんで向かいに行こうバカかお前。あの自力って言っても多分山を降りないと何もないよね歩いて帰ろうと思ったら、はい、山を3つ4つ越えなきゃいけません。ね、山を下ったら人とかもいると思うし、はい、山を下る途中に人に会うかもしれないし、助けてもらったりとか、とにかく帰ってきてください。向こうもちょうどスタートしました。はい、用意ドン。じゃあ意気込み最後にお願いします。熱頑張ります。じゃあ家で待ってます。本当に帰んの。今手が震えてるからどうしたらいいかな。頑張る頑張る。うん、できるできる。よいよいよ、俺海担当として負けるわけにはいかないから。おぉ、頑張ろうな、クマ。頑張って。わかった。負けるわけにはいかないから。負けるわけにはいかない。ヘンリー、何かあったら、でも。マジでやるんだよね。頑張って、ヘンリー。はい。マジか。いやー、やべえな、どうしよう。ちょっと考えよう、本当に。とりあえず、携帯で、ちょっと正確な場所。あいつ、本当最低だよな。あいつ、絶対仕返ししちゃうかんな。
この野郎。こっから何チョンクマハウスまで頑張って帰れっかな。自力で多分ここの山をですね下っていかないと何も始まりませんので、あ、この木の棒でどっちに歩いていくか決めたいと思います。どうでしょう、これはこっちですね。か、うわーマジか。え、マジなんもねえんですけど。こっから東京に帰るってさ、ヒッチハイクも何もしようがないんですけど、本当にマジか。1000円しかないんですよ。使いたくはないし、24時までに帰らなきゃいけない。絶対負けないから俺。帰れんのかマジで不安なんですけど、今こんなところをずっと歩き続けてるんですけど、ドミノチャレンジよりも辛いぞ。イノシシとか出てきたらどうするのか。あ、もしもし、お疲れ。夜中の0時までにキョンクマハウスに戻らなきゃいけないのよ。どこだここ、ちょっとわかんねえんだよ。ちょっとね、今ね、いきなりちょっと待って、やられたからさ、すげえ今一人でテンパってんだよ。田尻から LINE で頑張ってね、もう自由に帰ってきて。ざけんね、自由に帰ってきてっつっても人も車も通んねんじゃ何もできなくね。やば。ヘンリー今何してんだろ。あいつ絶対テンパってるぜ。おーい、めっちゃ勾配きつくなってんじゃねえかよ。川が流れてるような感じでこんな道を歩いてます。人気が全然ねえわ。とりあえずあの高速まで徒歩で行きたいと思います。よし、いけるいける。はい、今歩き続けて1時間ほど経ったんですけども、まあでもヒッチハイクするにも紙とペンもありませんので厳しいですね。どっかでちょっと乗せてもらえないかな。引き続き歩いて何かあったら動画回します。お、マップある。現在位置、それで駅目指していけばいいか。どこだ駅、わかんねえ。とりあえずこっちだ、合ってる。俺を信じろ、自分を信じてって感じで、新真鶴駅に着くんで、そっから、電車で、風祭り駅ってとこまで行きます。あと1キロしないぐらいで駅の方に着くみたいなんで、とりあえずちょっと駅まで行ってコンビニちょっと目指そうかなと思います。ヒッチハイクの準備ができるといいっすね。駅到着しました。真鶴駅です。でここから風祭り駅まで電車で向かいたいと思います。この1000円で行きたいと思います。お取り忘れにご注意くれ。いやー、やべえな、上り金額が540円ぐらいかな。もう普通に歩いてたら視聴者さんと遭遇して応援のメッセージをいただきました。よっしゃ、頑張るぜ。結構ね、なんだかんだ歩いて2時間経つんで結構しんどいですね。いやー、じゃあおじいちゃんの家思い出すな。こんなか、このか、この街見えてきました。駅の交差点のところでようやくちょっと何か進展があるといいですね。来た、駅来ました。北山駅に来ました。コンビニに着けました。無事に風祭り駅に着きました。多分ね、俺の予想でヘンリーよりは多分勝ってると思うんだよ今。だから問題はここからだから、ちょっとマジで俺本気出しますわ、男を見せますわ。コンビニでとりあえずペンを買って段ボールをいただきました。2時のところに東京行きと書いて、で残り金額が838円ですね。ちょっと早速作っていきたいと思います。友達の大佐と歌詞です。いやマジたまたまでしょ。伊豆にいました。やばくないこの奇跡。いやマジ良かったわ。乗るとこないあ、ない、うん、ないチャイルドシートのある。あ、じゃあチャイルドシートの上でいいから。ちょっとよろしくお願いします。すいません、はい、まあお願いします。失礼しました。東京方面までお願いしますという看板を作りましたので、ヒッチハイク生まれて初めてやりますけど頑張っていきたいと思います。これで引っかかっかな。これでうまくいってくれたらマジでいいんだけどな。あー、うまくいってくれ、お願いします。一応
あ、5時だ。マジか。帰れるか不安なんですけど。チャリで東京駅目指していきたいと思います。とりあえず江ノ島方面のワンタン結構なんかすごいメンタルが結構やられます。精神的にも肉体的にもボロボロっす。